こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ずっと昔から悩んでたプラレールの並走問題、これをね解決したいと思います。で、その並走問題って何かと言いますと、プラレールをねこう並走して走らしてると、やっぱどうしても、まあ、速度差とかね、まあ、あとレイアウトのこのなんていうかな、プラレールのこの線路の距離によってやっぱりねこうずれてくるじゃないですか。まあ、あの当然といえば当然なんですけど、これ撮影してるとまたこう並走するまで待たなきゃならないんですよ。で、それをなんとかしたいなと思ってたら、今日ねちょっといいことを思いついたんですよ。っていうかね、夢で出てきたんです。で、その解決する方法というのがこちらになります。で、まあとりあえずよいしょ、止めてのここ笑わんといてくださいね、これ真面目ですから。これね、この連結部、ここをちょっと工夫しようかなと思ったんですよ。じゃこれちょっと一回外してね、で使うのはこれ、ダイソーに売ってたカードリング、なんかカードをこうなんかねつなげるやつ、まとめるやつかな、なんですけど、鉄で磁石がくっつくんですよ。なのでカチンと、よいしょ、くっつけてやるんです、これ。これね、これでいけんじゃないかなと思ったんですよ。ということで、これちょっとやってみますね。じゃあスイッチオン、オン。じゃあ両方ともハイスピードでスタート。やっぱりくっつく力が弱いのか。追いかけて、いけー。よし。ちょっとやっぱりね、くっつく力が弱いっていうのはあるかもしれないですけど、一応いけてますよね、これで。ね。どうでしょうか。まあ、なんていうかな、この部分見てしまえば若干違和感はあるけど、気にしなければ大丈夫でしょう。この隅には、まあ気づかないかなっていう。うん、気づきますね。撮影してるときは大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱこうやって改めて映像で見ると、気づいちゃうっていうか、もう気になっちゃいますよね。ということで、まあ、並走して走らす、この問題は解決できたんじゃないかなと思うんですけど、あとはこの見た目問題ですよね。ということで、またね、何か妙案思いついたら動画にしたいなと思います。それから、この動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。